さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。お酒のオンラインプログラム検索サイト、リカーページクラブのオンラインセミナー企画、オントゥオフバーをスタートいたします。この企画のナビゲーターを担当します。バーライターの石川麻子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今回のテーマは、自宅やバーで楽しむブルックラディ。アイラ島とブルックラディ蒸留所の歴史、ブルックラディを使ったカクテル、フードペアリングについてなど、蒸留所のフラッグシップアイテムであるザ・クラシックラディを中心にご紹介していきます。本日のゲスト、お一人目はブルックラディブランドアンバサダーのジャック・チェンバースさんです。よろしくお願いします。こんにちは、ジャックです。よろしくお願いします。留学で来日された後、京都大学の生命科学研究科に入学、祇園のバーを巡る中でカクテルカルチャーに興味を持ち、2020年からブランドアンバサダーとしてレミーコアントロジャパンに入社されました。お二人目は、大阪府大阪市バージュニパーバージュニパーセカンドの統括マネージャー、瀬川亮さんです。よろしくお願いします。こんにちは。去年ブリックラディ訪れさせていただきまして、その時のことを振り返りながら、皆さんと楽しくラディのことを改めて勉強できたらなと思います。本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ワールドクラスジャパンファイナリスト、バカルディレガシーセミファイナリストなど数々の大会で受賞されています。そして愛知県名古屋市吉野バーで店長を務めるホタテ直久さんです。こんにちは。こんにちは。美味しいウイスキーなので今日はいっぱい話しましょう。よろしくお願いします。お願いします。ニュージーランドのワイナリーで働いた経験から洋酒に興味を持ち、スコットランドの蒸留所へも数回にわたって訪れているそうです。まずジャックさん、アイラ島と蒸留所の歴史についてお話しいただけますか？はい、アイラ島というのが、スコットランドのヘプリディーズ諸島にある、島なんです。で、アイラ島のウイスキー文化が強くて、アイラ島は、ウイスキーの聖地としてよく知られています。で、大きさで見るとアイラ島は本当に東京の23区と同じ大きさなんですが、その人口が、3000人ちょっとだけで、それでも、9カ所の蒸留所があります。で、そしてブルックラディ蒸留所は、そのコクノッツにある蒸留所の一つです。で、ブルックラディ蒸留所は、1881年に創業しました。で、その100年以上の歴史の間にいろんなトラブルが起こりましたが、例えばアメリカの禁酒法や、2回の世界の大戦など、それでその影響で、オーナー交代が続きましたが、残念なことに1994年に操業停止となりました。それでも、2000年に、蒸留所にまたとないチャンスを見出した4人が、投資化して、で、蒸留所を再開しました。そして7年前の操業停止から、2001年に最小のウイスキーが蒸留されました。ブルックラディ蒸留所はプログレッシブ・ヘブリディーン・ディスティラリーと呼ばれています。日本語で言うと、ヘブリディーズ首都にある進歩的な蒸留者たちです。いつもウイスキーの可能性を求めている蒸留所です。2001年再開の初ウイスキーから蒸留所の進化で、現在ブルックラディ蒸留所では3つのシングルモルトウイスキーのブランドを作っています。で、同じ蒸留所で同じ設備を使用していますが、その3つのブランドの違いはピートレベルとなります。で、まず本日中止しているのはブルックラディのクラシックラディです。で、これはノンピートルです。全くピートは入ってないのアイラシングルモルトです。で、次はポートシャーロット。ポートシャーロットはヘビリーピートルなウイスキーですし、で、フェノール値 40ppm でありながら、薬っぽいなアロマではなく、バーベキューのような、美味しいスモーキーさが特徴です。最後は、オクトモーシリーズです。こちらはスーパーヘビリーピーテルです。で、リリースによって、
テクノロジーが 88ppm から 309ppm まではありますですけれど、オクトモは世界最強のピートモンスターです。そしてウイスキー以外にも、ザボトニストジンも作っています。ブルックラディ蒸留所は B コーポレーションに認証されましたよね。そうですね、今年の5月に B コーポレーションの認証がされました。で、 B コーポレーションというのは、環境、サステイナビリティと透明性を重視しているの認証です。ブルックラディ蒸留所はイギリス国内で認証を受けた唯一の蒸留所であり、シングルモルトスコッチウイスキーの蒸留所として世界初の認証企業となります。蒸留所のコアバリューを見ると、B コーポレーションの認証の理由をすぐできると思います。その2000年に再開したの4人のうち2人がワイン業界から来ました。そしてアイラ生まれのウイスキーレジェンドジン・マキュンさんのアイディアで、一緒にテルワールとフレーバーと原材料を重視した蒸留所を再開しました。特にブルックラディの大麦仕様を見るとコアバリューの重要性を理解できます。スコッチウイスキー協会の規則にて、大麦の原産地についての規則はありませんが、ブルックラディはスコッチウイスキーを作るなら、スコットランド産の材料を使うべきだと信じています。だからブルックラディが使う大麦は 100% スコットランド産です。で、ウイスキー業界では大麦はフレーバーにそんなに影響がないと考えられていますが、ブルックラディでは大麦がとても重要な要素です。実際に今まで19種の大麦を使用したことあり、2003年に初めてオーガニックの大麦、そして2004年に初めてアイラ島の大麦を使用してきました。最初は1軒の農場だけでしたが、現在は21軒がブルックラディのために大麦を育てています。そのため現在ブルックラディで使用しているの大麦は 51% はアイラ島産です。ありがとうございます。ここでザ・クラシックラリーの動画をご覧ください。The Classic Lady showcases the classic Bruichladdich style, light and elegant and floral, a multi-vintage cuvée. We're not adding anything to the whiskey, it's just expressing itself in the way that Jim has managed to put the cast together.Because it's multi-vintage, that is an advantage because it gives you more complex, more components coming in. So we are a bit like spiritual weavers. We're taking all these threads and from different ages, almost like a family. You've got the children with their vitality. You've got the dad who's a bit mature. So what was individual spiritual threads come together is to give you that youth, exuberance, honesty, and with a touch of class and luxury.We are so proud of this dram. This is the Classic Laddie. It's 50% alcohol and 100% Scottish barley. It is just beautiful. It's like when you were a kid and you used to take your paintbrush and wet it and the colours would evolve. It's like that with the flavours. No artificial colouring, no chill filtration. You're getting everything natural. We're using the best Scottish barley there is.And we mash very, very slowly. We spend so long producing such a, well, the best possible quality of spirit that we can. Trickle distilled, elegant, unpeated spirit. We use the best wood we can get our hands on. And that makes such a difference to the whiskey. As soon as I nose it, I pick up beautiful, beautiful notes of honey.And lemon. These notes come from maturation by the sea. It's very, very fresh, it's very floral, and it's so, so clean. The colour's really natural. It's not just bourbon cask, we use other types of wood as well. The breakfast cereal sweetness of the barley, the soft fruit from distillation. Boom, it all explodes.On the lips at the front, I'm picking up lots and lots of barley sugar. A little bit further back, I'm getting the malted barley, the mellow oak,
that little bit of spiciness which comes from the American barrel, which previously held bourbon. The whole palate is alive. It's just singing. So we bottle all our whiskey here using Islay spring water. Every day that the cask is breathing this unpeated spirit, and the beauty of what happens at Bruichladdich is all of this whiskey is maturing on the shores of Loch Endoll, breathing in that salty sea air, which has an amazing effect on the whiskey. ザ・クラシック・ラディの魅力は伝わってきましたが、ジャックさん、改めてザ・クラシック・ラディのユニークさと特徴について教えていただけますか？ブルックラディシリーズでは、ザ・クラシック・ラディが蒸留場のフラッグシップアイテムとなります。これはブルックラディのすべてのコアバリューを網羅するウイスキーです。ザ・クラシック・ラディは 100% スコットランド産の大麦を使用、アイラ島の湧き水を使用し、すべての期間アイラ島で熟成させてボトリングするのノンピーテルアイラシングルモルトです。で、伝統的にアイラ島のシングルモルトはスモーキーなピーテルウイスキーですが、クラシックラディはノンピーテルですので、そのスモーク、ピート、薬っぽいなアロマはありません。逆にクラシックラディは、軽やかでフローラル、エレガントなウイスキーです。フラッグシップアイテムといえば簡単な作り方だと思われるかもしれませんが、実はクラシックラディはブルックラディのヘッドディスティラーアダム・ハネットさんが丁寧に作り上げたのマルチヴィンテージです。で、正確にはカックバッティングのレシピは少し違います。なぜカックバッティングのレシピが違うというのと、時間によって樽の種類とヴィンテージの在庫が違うからです。で、現在アイラ島の倉庫には200種類およそ8万樽があります。で、クラシックラディは主にアメリカンオークのバーボン樽を使用し、で、高品質なシェリー樽やワイン樽で熟成した品種もブレンドして、で、アダムの高い技術で毎回同じ味を作り続けています。瀬川さんとホタテさんはブルックラディ蒸留所の研修旅行でご一緒されたんですよね？はい。はい、いかがでしたか？そうですね、旅行自体は延べ1週間ほどで行かせていただいたんですけれど、アイラ島自体は2泊3日で泊まらせていただいたんですね。で、初日アイラ島に入りまして、まずはそのビッグラディの持つアカデミーハウスで荷物もろもろ下ろさせてもらって、で、アテンドで島の一周させていただきまして、アイラ島がどんなものなのかをちょっと拝見させていただいたんですね。その時にも、ジャックさんが最初おっしゃってたような、ラディの歴史、ブリックラディの歴史ですとか、ちょっとなぜこの場所にあるのかとか、そういったちょっと話をお話しいただいて、で、島でちょっとこう、人よりも羊が多いんだよとか、そんな話ですとか、ここがすごく絶景でねとかっていうような話をもらって、結構ちょっと観光に近いような形で、島の周回を してきまして、結構ね、ちょっと僕ら的にはちょっと肌寒かったかなっていうのが感想ですけど、現地の人たちは結構 T シャツで行動されたりとかしてるのを見てると、あ、なんかこう慣れとかもあるのかなって、ちょっとみんなでこうちょっと寒いねなんか話をしてたんですけど、僕もイギリス自体が初めてだったんで、いろいろちょっとそういうカルチャー的なところの驚きもあったりはしましたね。初日は前半ですかね、はちょっと島の周回で、その後ちょっと蒸留所内の見学にも行ったんですけど、結構島自体、蒸留所自体も偶然稼働してなくて、メンテナンスの時期だったみたいなので、動いてるところは時間には見れなかったので、その分ちょっと細部まで見ることができたのは、それはそれでちょっと良かったのかなと思いましたね。初日の感想でした。そんな感じでした。小田さん的には初日どうだったんですか？まずやっぱりアイラ空港を降りてちっちゃって思って、で、その後バックが流れてくるレーンって空港普通あるじゃないですか。ああ、そうでしたね。はい、それが5メーターぐらいしかなくて、あで、あ、こんなもんしかないのかと思いながら、もうでもウイスキーとかもすごいディスプレイされてて、ああ、なんかアイラと来たんだなっていうのはすごい感じましたね、やっぱり。まあ、そうですよね、テンションそこでもうマックスぐらいまで行っちゃいましたけど僕は
いや本当なんかね、空港がちょっと滑走路も滑走路じゃないようなね、滑走路ですし、僕ちょっと衝撃だったのが、アイラトに飛ぶときにプロペラ機だったじゃないですか。ちょっと比重の関係でって言われて、ホタテさん前の方、僕ら全員後ろの方座ったのに、ホタテさんだけ前の方座らされたじゃないですか。そうですね、なんかCA さんが来て、なんか誰か一人動いてくれみたいな流れになって、もうなんか誰も動かないんで、もうとりあえず僕動こうと思って。ね、大丈夫かなって思って。僕の横にちょっと広島のバーテンダーで、すごい、いい意味でウイスキーのね、なんでしょう。変態です。そうですね、はい、そうですね、遠慮がちに言って変態な人がね、はい、いても一緒にちょっとビクビクしながら乗ってたんですけど。そうですね、広島の、まあ、今回一緒に行った方が東京、大阪、名古屋、広島、神戸のバーテンダーさんと行ったんですけど、で、まあ、先ほど瀬川さんがおっしゃられたのが広島のバー中福っていうバーの中福さんっていう方なんですけど、もうその人が今回の旅のポイントでした。そうですよね、はい、最初もの静かな方だなと思ってたんですけどね、アイラ島入ってからとかすごいこう僕らよりも率先していろいろ質問されたりとかしたので、あれはすごい僕の中で印象的。そうですね、一番年上の方だったので、やっぱ僕らもちょっと気を使いながら始めはしてたんですけど、本当に中久さんもすごい気を使ってくれる方で、もう率先していろいろやってくださったんで本当に助かりましたね、はい、そうですよね、ホタテさんはすごい英語堪能でいらっしゃるから、いろいろこう、まあ、ふとした時のね、プロから見た質問とかすごいされてたので、すごいリードしていただいて、中久さんとホタテさんいて、あ、本当よかったなと思って、ラディのこととかも、ちょっと、マニュアルがかったような説明のところに、じゃあちょっとここに関して僕はこう思解釈だったんだけどとかっていう話とかもね、されてたのがすごく印象的でしたね。初日は、まあ、初日の前半はね、島回っただけだったですし、はい、まあ、やっぱり後半の、はい、蒸留所内の見学した時、はい、あこはやっぱり細部まで見れたじゃないですか。そうですね、特に見学の話がね、見てる人もすごい面白いかなと思うんで、うん、そうですね、まあ、ボビーミルから始まって、僕やっぱ一番こやっぱね、すごいな、見れてよかったなと思うのは、攪拌機のところ。そうですね、全部分解してね、あれは面白い話なので、うん、で、ベアにも皆さん興味持っていただけるとこだと思うんで。あ、そうですよね、はい、昔壊れた時のお話、ベアバーレーが詰まった話でしたっけ、攪拌機ね、はい、やっぱり六畳大麦、昔の古代種使ってるんで、なんかね、細かくて、うん、粘度がすごい高くて爪が折れちゃったっていうかね、うん、曲がっちゃったっていう話をされてましたもんね、はい、そうですよね。でちょっとやっぱりあれ分解されてるからこそ見れたなと思うのが、新しいところと古いところをこうね、ちょっと補修した後がちょっとリアルに見れたのは、あれは本当にこう一個一個大事にされて、でずっと歴史を強く感じれたなと思いますね、あれは。そうですね、本当だったらね、新しく買った方が安いぐらいだっていう話されてたんですけど ね、 ね、そうですよね、できればこの1881年からの機械使いたいっていうね、うん、いう話をしたら、レミさん側はもう OKOK、それで OK みたいな、ね、感じだったっていう話されてたんで、はい、本当に、ね、もうじゃあ直そうっていうような感じだったんですもんね、なんか。そうですね、多分買い替えられるんだろうなって作り手の人たちが思ってたけど、はい、もうこれもまあ、レミさんの参加に入った仕方ないかなと思ったら、じゃあもう2つ返事でじゃあ直そうかっていうところを言われたのも、僕たちが驚きだったっていうのは ね、 そうね、なんかそういう職人の方たちのことをすごい理解されてるんだなっていうのをね、うん、強く感じましたね、あの時は。本当にね、レミさんには感謝してるって話すごいされてましたもん ね、 やっぱりね。そうですよね、もう本当に、なんでしょう、どっちが上下とかじゃなくて、本当に会社とこうタッグでウイスキー作り上げていってるんだろうなって本当に感じましたね、あの時は。本当にね、お金は出すけど口は出さないじゃないですけど、それぐらいのことを本当おっしゃられてたんで、ありがたいなって話ね、うん、そうですよね。ホタテさん的にどっかここが一番印象だったなってあったんですか、あの時。どこのポジションでもすごいこう質問されたりとか、これあれですよねとかっていう質問されたから、まあ、やっぱりもう一番初め粉砕機の時から、うん、フェノール値のお話をしてくださったじゃないですか。で、ブリックラディ、クラシックラディはまあゼロですよね、ノンピートなので、うん、で、ポートシャロットが 40ppm、うん、
で、オクトマーは毎回違うっていうところで、で、ポートシャロットはいつも毎回ね、40ppm なのに、じゃあなんでオクトマーは毎回違うのっていう質問したじゃないですか。ああ、そうですね。うん。やっぱそこら辺はすごい僕は勉強になったなと思うんで、そこら辺セガさんからちょっとなんか話していただけると。いや、僕もこう、そうですね。やっぱりこれ PPM がやっぱり違うのは何か理由があるのかなと不思議に思ってましたし、何も知らない状態でお店でこうオクトマーを扱ってた時に、自分たちのこう嗅覚だったりとか感覚でサービスをしていて、でも一つ率直に思ったのは数値上、例えばアードベックのスーパーノバとか 100ppm あってもやっぱりじゃあそんなに引きそんなに変わらないって言ったらあれですけれども、じゃあその倍感じれるぐらいあの煙臭いのかなっていう方はそうじゃないなっていう印象が強かったんですね。でそれをやっぱり作り手の方たち皆さんに聞いた時に、臭ければいいってわけじゃない、やっぱりこれだけの数値が現れてる中で、この数値でもウイスキーとして全体像を見た時に美味しく仕上がってるかどうかが大事なんだっていうのを説明を受けた時に、あ、なるほどなっていうのすごく腑に落ちた時はありましたよね。本当そうですよね。はい、今回の10シリーズ 10.1 だったり 10.3 飲んだ時もやっぱり本当にウイスキーとしてああ美味しいなってね、ペノルチは低いんですけど、僕は本当に感動しましたね今回。うん、そうですね、やっぱりこう一個一個その時の状況というか雨風の状態だったりとかによってやっぱり数値が左右されて、その時作れる最高のフェノルチを出してそのまま消費製品化に持っていってるっていうのを聞いた時に、あ、だから変わってないんだなっていうので、その自然の状態のままでかつ美味しく作り上げることができるっていうのはブリックラディはすげえなっていうのが率直な印象でしたね僕は。そうですね、やっぱり麦芽を乾燥させる工程はインバネスのベアーズモルディング社さんにお任せしてるっていうお話をされてたので、ねね、そこでオクトモアの麦芽乾燥はもう1週間って決めてるっていう話をされてて、はいはい、でもうその時の天候だったり、風の状況だったり湿度で本当変わってきちゃうからっていう話をされてて、でなんで1週間なのっていう質問もしたんですよ。なんか僕ら的には2週間3週間やるともっとスモーキーなのができたりするんじゃないのかなっていうイメージだったんですけど、やっぱり麦芽がもう乾燥しきっちゃうとそれ以上乗らないっていう話をね、スモーキーさんが乗らないっていう話されてたんで、あーなるほどなって僕はやっぱり感じましたね。こうちょっとやっ作っているところ、まあまたねその2日後の話になってきますけれど、全てを一貫してブリックラディでやるっていう話なんかもね、これから先の話で見てきますけど、ね、やる、はい、本当にね、リアルスコッチウイスキーを作りたい、リアルアイラウイスキーを作りたいっていうお話をされたんで、ね、もうかっこいいなって僕は思いながら、ね、アイラの人たちでアイラのものだけでアイラのウイスキーを作るっていうのはね、あれはすごいな、すごい志高くやってるんだなっていうのを感じましたよね。そうですよね。あと2日目の時ですかね、今こうピートの採掘行った時とか、あの時はもう大雨だったじゃないですか。そうですね、もうめっちゃ土砂降りで通訳のね、まなみさんはじめね、ガイドの方たちみんな、もう今日はじゃあちょっとピート諦めて違うことって言った時の中福さんとホタテさんのテンション爆上がりで、ここの中だから行きましょうっていう時はね、いやもうThis is Isla Weather, It's Isla Weather ぐらいな感じでこれだからいいんでしょうっていう感じで、いや、Islaらしい、ここまで来てピート掘らないで帰ったら僕はダメだと思いますっていう感じで中福さんと話してそうですよねホタテさんがみんなの分の軍手とかも用意してくれてたから、ああもうなんかいやほんまに楽しみにしてたってんなーっていうのまあね、多分なんか素手でやるのも日本人の人たちってちょっとなんかあれかなと思ったんで、うん、ね、怪我とかするとやっぱりね、レミさんがもうあれかなと思って、あ、僕は日本から皆さんの分の軍手をまず持ってきていやそこまで意識回らないです後半帰ってきてね、アダムとの再会のところ、あ、再会じゃないですね、アダムとの出会いのところがひょこっとこう貯蔵庫の中でみんなが説明を受けてるときにアダムが現れてみんな気づいてなかったっていうのはちょっと面白かったなと思いますよねそうですね、ね、多分今回亡くなっちゃう
第14番走行に、うん、入れていただいて、そうですね、でそこで少しこの中はこういう感じだよって説明をしてた時にふらっとアダムさんがいらっしゃってくれて、うん、でそこからみんな「ああ」みたいな感じでテンション上がってそうですね、写真撮ったりとかみんなでしてね、そうですね、はい、でアダムさんが全部本当に樽の中の樽の説明だったり、もちろん試飲をしながらね連れてってくださって、うん、そうですね、いや本当にこう見てたら本当にワイン樽なんか分かりやすく、顕著に分かりやすくて、いい樽しか置いてないし、本当にえりすぐりった中で自分たちが認めた樽でしか熟成させてないんだなっていうのを入ってみて直で見てこう痛感しましたね、あの時。そうですね、本当に説明でもされたんですけど、本当に樽にはお金かけてるんだなっていうのは、うん、まあ、本当にいい樽をいいところから取ってるっていうのは本当に非常に感じましたね。ワイン樽なんかも本当にね、一級シャトーさんのもありましたし、ね、うん、あとはシェリー系もすごいいいとこのシェリーの樽があったりとか、うん、まあ、そこの時アダムさんがおっしゃってて僕すごい印象残ってるのが、ウイスキーのために作られたシェリー樽じゃないんだよと、美味しいシェリーのために作られた樽をまたウイスキーが受け継いでいくんだよっていう話をされてて、かっこいいなこの人はって思って、またさらに、うん、はい、そうですよね。あとあれ、その後だったかな、ちょっと順番はちょっと覚えてないんですけれど、まあ、14番倉庫の話も出ましたけど、まあ、その今ある倉庫を取り壊してまた別のところに貯蔵庫を作って、でそこに新しくモルティングハウスを作るっていう話も出てました。これ言っていいのかな、どうなんだろう分かんないですけど。そうですね、本当、ね、新しく公表されてることだから大丈夫だと思いますけどモルティング施設ね作るっていう話で、はい、本当に、はい、アイラ島で麦から本当にボトリングまでできる蒸留所っていうのは本当ブルックラディだけになると思います。そうですよね、はい、新しいまた麦の開発とかもね、場所で言ったらちょっと北東のとこぐらいでしたっけね。そうですね、隣にね、はい、隣にすぐ、うん、麦のね実験畑というかそういうのも作ってらっしゃるんで、ね、はい、本当にテロワールにねこだわってやってらっしゃるんだなっていうのを、うん、そうですよね、うん、なんか新しいことにこう探求心を持っていろいろ研究して進めていってるんだなっていうのをすごい直に感じましたよね、あれは。そうですね、本当にね、うん、設備は1881年当時のものを多く、うん、使ってるのに、やってることはすごい革新的なことをやってるっていうのはすごいことですし、うんうん、他の蒸留所は創業当時から味が変わらないウイスキー作ってるけど、そうですよね、他は違うんだよってね、うん、常に進化し続けるっていうのをおっしゃってたんで、うん、そうですね、どうしても僕らもウイスキーに関しては地酒というか古き良きを重んじてっていうところがすごく強かったですけれども、もちろんそこはね、ブルクラディも大事にしているところではあるとは思いますけどね。でも新しいこともちゃんと追求して探求していくっていう姿勢はすごいなと思わされましたね。そうですね、うん、本当になんでここまでやるんだろうっていう質問を、うん、まあなんでここまでやるんですかと、いろんなことをこだわったりとか、うん、新しいことをっていうお話をしたら、うん、もう僕らは利益より価値のあるウイスキーを作りたいんだっておっしゃってて、うん、あもう惚れてまうやろうですね、はい、そうですね、なんか僕も普段はやっぱりこうどうしてもジンを扱うことが多いんですけれど、今回の旅行でやっぱりウイスキーをね主戦に使ってるバーテンダーの人たちとこういろんなこう話をするいい機会にもなったと思ってましたし、どういうお客さんにどういう話をしてるのかなっても一つ今回の旅行の中で僕の一つの楽しみでもあったので、なんですかね、それも含めてさらにこうラディの周りの人たち、それこそジェームズ・ブラウンさんとかも、ね、奥友ハウス農場のとかもすごく温かみのある人たちで、なんていうんですかね、思っていた10倍20倍以上のなんか身になる旅行だったなっていうのが僕今回の率直な感想ですね。いや本当にもう本当にブルックラディ蒸留所の方たちは本当にいい人でしたね、うん、本当に僕いろんな蒸留所行ってるんですけど、他の蒸留所の方たちが悪いっていう意味じゃなくて、もうブルックラディの蒸留所の人たちが本当にファミリーな感じで、
本当に親身になっていろんなこと話してくれたり、うん、本当もうこれ食べないよとかこれ飲みないよとかなんか田舎のおじちゃんおばちゃんとかおじいちゃんおばあちゃんみたいな感じで本当に楽しく、うん、快適に過ごさせていただきましたね。本当、いや本当なんか今思い返すともだけどもちょっとなんかこうまたやっぱ行きたいなって気になりますし、またみんなに再会したいなっていうのがね。そうですね、はい、一緒にいたメンバーで何年後また行けたら面白いねって話もその時してて、ね、そうですね、ありがとうございます。私も10年ほど前に蒸留所行きました。入り口から印象的で、建物が白と水色なんですよね。ブランドカラーはエメラルドグリーンなのかターコイズブルーなのか、先日レミコマトロージャパンさんに伺ったらラディーブルーかなという素敵な回答をいただきました。ではこれからブルックラディを使ったカクテルとフードペアリングをご紹介します。瀬川さんとホタテさんにはあらかじめ動画を撮っていただきました。まずは瀬川さんのヒーリングラディです。最後にそれに合わせたお料理も登場します。はじめまして、大阪バージュニパーの瀬川です。皆様、長い自粛期間による心身への疲れ、ストレスもあるかと思います。今回そんな皆様にデトックスしていただけるカクテルをこのクラシックラディを使い創作し、これに合わせるお料理を一つご一緒に提案させていただきたいと思います。カクテルを創作していきます。まずは抗酸化作用、朝の目覚め、そして気持ちをスッキリとさせてくれるこのローズマリー、ローズマリーのリキュールを使い表現していきます。こちらは 15ml。 次にローズマリーと相性のよく同じく抗酸化作用、そしてお通じにも効果のあるオリーブのジュースを使います。こちらも 15ml。でここにオレンジジュースです。オレンジの持つアロマテラピーが疲れた体を癒してくれます。こちらを 20ml。 そしてメインのクラシックラディです。自然由来の麦の甘み、香り、心地よさをこれらの素材が生かしてくれています。こちらを 30ml。ここに甘酸味を整えていきます。甘味はシンプルシロップ、こちらは 15ml。 シトラスはレモンジュースを使います。こちらも 15ml。 シェイクしていきます。ダブルストインしていきます。香りを引き上げるために炭酸を少し加えます。最後にガーニッシュとしてローズマリーを少し炙りグラスに添えます。お待たせいたしました。クラシックラディの持つ麦の癒しヒーリングラディでございます。そしてこちらにお料理を合わせますのが当店のトマトのムース、カモのスモーク包みでございます。こちらとこちらをご一緒にお召し上がりいただきまして、口の中で作るバノックバーンをイメージしております。どうぞお楽しみください。
口の中で作る和の黒板、試してみたい組み合わせですね。お料理はお店のメニューにあるものですか、今回作っていただいたのは。そうですね、これはちょっと基本的にはちょっとコース予約いただいた時の前菜でご用意しているものなんですけれども、でもこう、まあ、トマトのムースですとか、カモのスモークっていうのは常時お店の方で扱っているものなので、ちょっとシェフにお願いをしまして、まあ、ちょっと油分のあるものと、あとトマトを使ったお料理作ってほしいということで、提案して、用意してもらったんですね。はい。あ、メニュー名なんか聞いただけでもお店で本格的なお料理がいただける感じですよね。あ、そうですね、お料理自体はちゃんとしたシェフが在籍してますので、うん、お料理も提供できますし、まあ、やっぱりそういったペアリングのところでやっぱりカクテルないし、まあ、ウイスキーやジンっていうものをやっぱり会社としても今取り組んでいるところですので、まあ、僕らにとっても今回すごくいい勉強にもなりましたし、この、まあ、ラディの良さっていうのを改めてこう自分の中でこうもっと探しながら、これだったらもうどうやって料理に合わせるのかなって、まあ、ちょっとバーテンダー目線でもまた新しくラディをこういいところを生かして、ラディだからこそ合わせれる料理、ラディだからこそこれを入れたんだっていうようなカクテルをちょっと考えるのはすごく楽しかったですね。はい。次にホタテさんのカクテル、ラディソニーとミスシャーロット、それからフードペアリングを続けてご覧ください。名古屋吉野バーのホタテです。今日はブリックラディを使った簡単なカクテルを紹介していきたいと思います。カクテル名はラディソニー、ラディのソニックスタイルのカクテルです。使用材料はこちらです。まずブリックラディの看板商品クラシックラディ、トニックウォーター、炭酸ソーダですね、それとレモン、使用するときはレモンスライスとピールで使用いたします。簡単なカクテルですので、お家でもぜひお楽しみいただきたいと思います。ではカクテルを作っていきたいと思います。まずタンブラーに氷を入れます。次にクラシックラディを20ミリから30ミリお好みで、ここでよく冷やしてあげます。次に炭酸を氷に当たらないよう半分注ぎます。優しく注いであげてください。トニックウォーターも同様に優しく半分氷に当たらないように。炭酸の泡が飛ばないように優しく一回転混ぜてあげます。ここにレモンスライス、レモンピール、こちらで完成です。クラシックラディのシトラスフローラルの部分を生かしたレモンティーのようなフレーバーのカクテルです。簡単なカクテルなので、ぜひご自宅でもお気に入りのバーでお願いしてみるのもいいと思います。ぜひお楽しみください。もう一つカクテルを紹介したいと思います。カクテル名はミスシャーロット、ラディソニーにポートシャーロットアイラバーレを1ティースプーン、お好みで2ティースプーン垂らしていただくカクテルです。お家でボトルからフロートする1ティースプーン2ティースプーン垂らすのは結構難しいです。簡単なやり方を紹介したいと思います。ロックグラスに少しだけ注いでください。お家にあるティースプーンを使って、ここから1ティースプーン、お好みで2ティースプーン、
これでまた新しいカクテルの誕生です。ポートシャーロットのスモーキーかつエレガントな部分が加わり、おてんば娘な味わいに変化します。ぜひお試しください。では次はフードペアリングです。料理名はエスカロゴブルギニョン、アトランティックサーモンのマリネ、ハニーマスタードとディレを添えての盛り合わせです。まずは左手のサーモンから。サーモンとブルックラディの組み合わせは鉄板です。ブルックラディのシトラス、フローラル、麦の風味がサーモンの甘さをさらに引き立ててくれます。ストレート、ロックはもちろんソーダ割りもおすすめです。右手エスカルゴです。陸の貝と言われるエスカルゴ、私ホタテという名前なんですけど、今回はエスカルゴです。三重県エスカルゴ牧場で世界初完全な衛生管理のもと養殖されたブルゴーニュ種のエスカルゴです。エスカルゴバターにはパセリ、エシャロット、ニンニク、レモン果汁をふんだんに使用し、ブルックラディにはもちろんポートシャーロットにもぴったりな一品です。さらに詳しい説明を姉妹店グルートンマネージャー高野よりお伝えしていただきます。それでは高野さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今ご紹介に預かりましたグルートンマネージャー高野です。手短に簡単にお料理の説明をさせていただきます。まず左手アトランティックサーモンのマリネですけども、油の乗ったいいサーモンをまず選び、塩と砂糖を使ったソミュールという作業に入ります。ソミュールをした後、塩気を抜き、白ワイン、レモン、ハーブ、そういったものを、あとニンニクですねを使って 一晩マリネをします。でマリネをした後に、次の日はそのワインから今度は、オイルもひまわりオイルと、エクストラバージンオイルを半々のマリネしたオイルマリネにして厚切りにしてご提供いたします。でご提供の際に、表面にはヒマラヤ産の岩塩、ホワイトペッパー、自家製の、マスタードと蜂蜜を合わせたソースの上にディルという香り高い香草をつけて、お召し上がりの際は、たっぷりのレモンを絞ってお召し上がりいただきください。ブルックラディの、甘さ、そういったあと磯の香りとサーモンの相性、あとはハーブのニュアンス、とても相性がいいと思います。次、右手ですけども、先ほどご紹介いただきました三重県松坂の、ブルゴーニュ種というエスカルゴの中でも王様と言われる最高品種に、世界で初めて完全養殖を成功した、ところから、特別に取り寄せているものです。通常のエスカルゴと違い、臭みも全くなく、味わい深い一品となっております。エスカルゴの養殖だけに限らず、こちらではこのエスカルゴを食べるためのエスカルゴバター、かなりこだわってます。エシャロット、パセリ、ニンニク、エスカルゴバターを作るのに必要なものを全て自分たちで、納得のいくまで栽培をまで手掛け、最高のエスカルゴと最高のエスカルゴバターで、このブリックラディの素晴らしさを引き立ててくれるかと思います。まあ、こんな感じでお料理の説明は終わりです。ありがとうございます。高野さん、ぜひ皆さんもブリックラディとこの料理を合わせて見てください。よろしくお願いします。お願いします。カウンターにクラシックラディが並んでましたね。ポートシャーロットとかレミーマルタンも、そうですね、うちのお客様も本当にブルックラディ、ポートシャーロット大好きな方が多いので、本当にもう何か言えばラディーソーダだったり、もうラディーソニーちょうだいっていうお客さんがありがたいことに多いので、もうラバーが多いです、うちのお客さんは。はい、あのポートシャーロット少し垂らすだけで、その別のカクテルとして楽しめるのはいいですよね。そうですね、やっぱり味の変化欲しいお客様もいますし、あのラディソニーだとちょっと可愛すぎるかなってお客様も中にはいるんですよ、味わいが。そこがちょっとポートシャーロットのアイラバーレを垂らすことによって本当におてんばな感じになるので、それもまた好評をいただいております。はい、ジャックさん、お二人のカクテルとペアリングいかがでしたか？いや、どっちとも美味しそうですよね。早くあの直接お店に行かせていただきたいのです。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。あとですね、あのうちオンメニューしようと思ってるんですよ、今回のやつを。で、あのフードメニュー作ってラディとのセットでちょっと売りたいなと思ってて、
で、リカーページさん の, あのチャンネル登録と今回の動画いいねしてくれた方は割引しようかと思ってるんですけど、それの告知とかしても大丈夫ですか？あ、はい一応使いたいな。ありがとうございます、はい、あの今回あのあの今回のフードをぜひぜひあのうちのお店で頼んでいただいて、 もちろん OK なので、で特にですね、あの今回リカーページさん の, あのチャンネル登録と今回の動画いいねしてくれた方は割引がありますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ザ・クラシック・ラディのボトルはご覧の通り綺麗なブルーとグリーンの間のような色をしています。このブランドカラーとスコッチベースのカクテルから私が連想したのが銀座のバーテンダーの名バーテンダー上田和夫さんのキングスバレーです。スコッチウイスキー 40ml、 コアントロー 10ml、 ライムジュースを 10ml、 ブルーキュラソーを1ティースプーンでシェイクします。ザ・クラシック・ラディはとてもクリーンでナチュラルな色合いなのでとても綺麗に仕上がります。今回ご紹介したボトルが気になった方、茅ヶ さん、武蔵屋さんでご購入いただけます。リカーページクラブのオンラインセミナーページからスクロールをして、こちらにリンクを貼っていますのでぜひチェックしてみてください。今ご覧になっている YouTube 画面の下に書かれた動画の概要欄にもリンクを貼っています。またレミーコアントロージャパンさんの YouTube チャンネルにも今回ご紹介した動画がアップされています。ぜひご覧になってみてください。アイラ島の湧き水とスコットランド産の大麦を 100% 使用、アイラ島内で熟成ボトリングまで行う、アイラ島に根ざしたウイスキー作りを続けるブルクラディ、この鮮やかな色を見たら思い出してください。今日はジャックさん、瀬川さん、ホタテさん、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは皆さん、いつかオフラインリアルなバーでお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。